香川県民でも10回走れる RTA、始まるよ。今回は、この初代マリオことスーパーマリオブラザーズ RTA のエニーパーの初心者向け解説動画です。具体的には、多少グダっても6分切りができる、つまり5分台を出せることを目安に解説していきます。今回の解説は、最初から最後までチビで通す場合のチャートについて解説します。ファイアの動画はまたいつか出すと思います。動画内では5分20秒台で走っていますが、これは初心者用ルートでミスなく完璧に走れた場合の記録なので、多少のロスどころか、大幅をしても6分には十分間に合う走り方となっています。なお、一部細かい説明をするところはスロー再生しながら説明していきます。それでは早速始めましょう。タイマースタートは、右上のタイマーの400の表示が見えた瞬間です。スタート。このゲームは、基本的にダッシュをしていれば最速で進めます。1の1は土管に入った方が早いです。世界記録の動画ではフレームルールがどうたらこうたら説明してましたが、それは秒を争うレベルの上位での話なので、本動画では割愛します。階段は別に突っかかっても構いません。ただし、ゴールのタイムの末尾が1、3、6になると花火が上がってしまいます。1の時はそこまでロスにはなりませんが、3、6の時はかなりのロスになるので気をつけましょう。ただ、ミスったからといってすぐリセットするのも初めのうちは控えておいた方が良いです。完走することが大事です。1の2はノンストップで進むのは難しいので少し安定をとります。このノコノコを踏んで蹴り、追いかけると先の敵の被弾を避けられます。このジャンプは忘れずに。コンクリボーは下にいます。ここのパックンフラワーは待ちます。ノンストップで進むには猶予にフレームの技を2連続で決めないといけません。天井を通り、ワールド4へワークします。土管イン342だと上出来です。ワープ土管の時のラップタイミングは名店する瞬間です。4の1は束の間の休憩地帯です。ちょっと時間があるのでカテゴリの説明を。このカテゴリはエニーパーといって、ワープなどを使ってとにかく最速でクッパを倒すカテゴリです。パックンは見た目より当たり判定が小さいので、適当にジャンプしてれば飛び越えられます。ここの階段は手前から最大ジャンプして5段目に乗ると、意外と簡単にノンストップで登ることができます。動画ではわざと引っかかってますが、相変わらずゴールタイムには気をつけましょう。この辺りからミスる要素が少しずつ増えていきます。気を引き締めていきましょう。4の2では、上位のプレイヤーはロングワークというバグ技を使っていますが、最初のうちは通常の生き方でいいです。いわゆるバグなし、グリッチレスですね。ここからスローです。リフトからジャンプしてこのブロックを叩き、下を出します。止まって透明ブロックを叩き、ジャンプして左を一瞬押す、を2回繰り返して登ります。そのままツタの真ん中を掴んで登っていきます。スロー終わり。すると、ワールド8にワープできる土管のあるエリアに行くことができます。先ほど言ったロングワープについてはまた別の動画で解説しようと思います。適当なタイミングでジャンプして引き返し、ワールド8の土管に入ります。ラック取るタイミング間違えました。正しくは4の2のタイムは2分19秒3です。さて、この RTA も折り返しです。8の1はノンストップこそ非常に難易度が高いものの、安定を取るとそこまで難易度は高くはないです。ここで一瞬左を入力し2体目のクリボーを踏みます。その他の部分は、動画の走り方を見よう見真似で真似すると良いです。心配ならこのスターを取っても構いません。ここは3個目の土管から大ジャンプです。これは本動画の全般に言えることですが、多少左を押して調整する程度ならそこまでのロスにならないので全然構いません。それよりは壁に突っかかったり被弾したりする方がもっとロスになります。ゴールタイムが190より早ければ上出来だと思います。なお、このコースのみ花火が3つ上がってもタイムロスはほぼないです。6つ上がるとさすがに痛いですが。めちゃむずコース、8の2です。まずは階段の3段目で待機。パタパタが過ぎたらジュゲムに気をつけつつ階段を登ります。ここのパタパタは大ジャンプで飛び越えます。ここのキラー機体は、動画の通りの場所に着地すると安全に進めます。ここは少しだけ左を押して調整するとやりやすいです。スロー。この先にパタパタが3体いるのですが、被弾が心配ならこの土管に入っても構いません。6秒程度のロスで済みます。ここのパタパタは乱数で配置がはちゃめちゃに変わります。動画ではデレデレパターンを引いていますが、基本的には1体目のパタパタを減速してくぐり抜け、2、3体目のパタパタを飛び越えて砲台に乗る、という動きが安定します。そしてこの最後のパタパタが邪魔ですが、ノンストップで行くとなると高度な技術が必要になるので、素直に手前で待つのが一番手っ取り早いです。
正直8の2は難しすぎるので、多少遅くなってもクリアさえできれば万々歳です。はい、出ました。本ゲーム最大のゴミコース、8の3です。このコース、なんとハンマーブロスの動きが、完全にランスとなっております。1、2組目はほぼ確実にノンストップで抜けられる方法があるとはいえ、基本下を通って邪魔されたら一旦待ってから通り抜けましょう。ただしこの先、4連地上ブロスは完全に運ゲーです。手前のノコノコを蹴っても高確率ですり抜けるので意味がありません。ちょっとだけ手前から最大ジャンプして死なないことを祈りましょう。ただし、浮きの場所からキノコを回収することもできます。チビの実とは言いましたが、ここだけは取るのもありよりのありです。一回だけなら被弾しても許されます。ここからはメンタル勝負。開幕ダッシュをしながらそのまま2段目でジャンプするのもありですが、難しいなら動画の通り一旦止まりましょう。2体目のクリを倒し、ギリギリで大ジャンプ。ここのパックンは確定で消えます。最初はダッシュしっぱなしだとぶつかるのでやや減速。その後は引っかからないように慎重に進み、コインを出して素早く左から登ります。ここで苦戦する人も多いと思います。ほぼ当たらないけど一応つくつくに気をつけながら3つ目の土管へ。水中の開幕は A 長押しで勝手に泳いでくれます。ここは素直に一旦待ちましょう。ここは心配なら一番下を歩いても構いません。月層は下にマスには来れない仕様になっています。そしてラストの運ゲー地帯、ハンマーブロスはここから最大ジャンプで確定で倒せます。ここのバブルはたまに被弾しますが基本スルーで問題ないです。最後のクッパは3パターンありますが、手前に来るパターンなら下を素通り、奥に行くパターンなら運ゲー覚悟で飛び込むか、素直にクッパの手前で待ちます。タイマーストップは斧に触れた瞬間です。お疲れ様でした。記録は5分23秒です。冒頭にも言った通り6分を切るならかなりロスしても間に合うということですね。最後になりますが、この動画を機に初代マリオの走者が増えることを走者一同心待ちにしています。皆さんもぜひ、走ってみてください。それでは。